やらないか。アウトラスト。ダウンロードコンテンツ。内部告発者。実況パート5やっていきたいと思います。で？死体が。チンチン。取れちゃってるね。かわいそうにな。暗くてよくわからないんじゃい、これ。バッテリーもなくなってるしな。これは、チンコじゃん、やっぱ。あ、これはどこへ？あそこか。さすがに、この足で、敵に追っかけ回されるわけはないよね。だと信じたい。だって逃げられないもん、こんな速度じゃ。あ、え、 No! 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 無理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 。なんだお前、メンヘラか。マジか。速攻で死んだわな、これ。あれ、ここどこ。ここか。あー、頑張れば生きる。バレるなよ。気がつくなよ。あー、あいつ戻って向こう側に行きやがった。右、右に行け、右。ナイス。バイバー。あ、痛い。走んの遅っ。こうか、わかんねえけど。あ、逃げらんねえ。あ、よっ、お、追いつかれる、追いつかれる、追いつかれる。お、逃げ場がねえよ。あ、こっちか。お、お、お、追いつかれる、追いつかれる。お、ひだまり。あ、いた。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと私今足負傷してんだからさ。一気に走っていけってか。頑張ろう。気がつくなよ、気がつくなよ。バイ。ダメダメ、めっお預け。暗視モードがねえからな。ね、お預け。あ、指、手まり。なお、痛い。あ、いた。バイバイ。これはどっち？こっちか？気止まりじゃん、バーガー。あ、優しくして、優しく。お前、容赦ねえな。でも最後は踏み潰すとき優しく踏んでくれたね。思いっきりぐしゃんと踏み潰すんじゃなくて、優しくソフトに踏んでくれた。やっぱ愛があったんだね。これどこ逃げ、どこに逃げりゃいいのこれ。
わけわかんねえわ。あ、入んなかった。やばい。気がつくなよ。バレた。おう、いた。おお、あ、とっ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 と、あ、え、嘘。おい、おバカ、バカ。で、優しく踏みつぶす。そい。ちょっと。足負傷してんだからさ、走れないじゃない、これじゃ。勘弁してくれ。さあ、どっか行け。どっか行け。ナイス。行くぞ。ダッシュ。ダッシュ。逃げろ。で、ここは左に曲がってと。いや、それは俺のセリフだよ。なんで俺にこんなことするんだよ。いや、私が痛いよ、そんな。このひでえことしやがって。バイバイバイ。こっちか。バイバイ。ここは何？こっちか。おう、ダッシュ。イエス。違う。ビッチ。私は女じゃない。よし、逃げよう。なんとか逃げ切ることができたかな。足が痛い。もう追ってこないよね。こんな歩きづらい足じゃさ、ろくに鬼ごっこもできやしね。落ちたらやばそうだな。お、よし。こいつ助かるぜ。え、もうこれ出口へ向かって脱出？鍵が必要です。マジで？まだまだ地獄は続くってか、勘弁してくれよ。マジ早く終わらせてくれ。怖いんだよ。ここは何なんだ。あ、これが開かないか。上か。足。こっちか。あ、バッテリー。イエス。あれ、ここはもう行き止まりってか。あ、上から行けるんじゃないこれ。ふん。ハロー、こんにちは。あ、なんじゃこりゃ。死体か。これはこれは、青ひげのなんちゃらたち。濡れた洗濯物や皮を剥がれたウサギのようにぶら下がった死体。切断され、追われ、殺害されている。生死の間の最も短い距離が、暴力と堕落した欲を分離する。奴がどんな話を自分に語り聞かせようと、奴は自分の子供を、あんだっけ、なんて言うんだっけ、はぐませるために、で、なく、奴らを殺すために女を作っているのだ。リサ、ここを燃やして地上にあったいかなる証拠物も消し去ってほしい。マーコフ社を消し去るんだ。恥ずべきこの組織を消し去り、金銭も奪い取り、過去の歴史から葬り去るんだ。こいつは俺が恋に落ちていると誤解している。こいつは自分が恋に落ちていると誤解している。地上で改善したと思い込んでいる。すべてのものから死と恐怖を感じる。尿、銅を含んだ血、分解して餌食となっていく肉。
死体かこれ全部。素晴らしい。あらー、女か、足か、男じゃないんだ。ほら、おっぱいついてる。あ、あ、見ちゃいけないもの見てしまった。ここはやばい部屋だね。やばいやつが追ってきてる。やばいやつが追ってきてるぜ。どこにいるんだ。ここは？鍵は一体どこにあるんだ。ここは行き止まりか。すんげえ歩きずれ。上に登るところはなさそう。ですね。戻りましょうか。これは一体どこに。こうか。ここは何、結婚式場みたいな葬式。おう、あ、バレてる。バイバーイ。あ、ピョリンって話した。これをどかすわけね。よいしょ。やばい、来た。 No 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 No。 ダメダメ。あ、嘘。お前男性とさっき鍵閉まってるとこどこだっけな。どうやって行きゃいいんだっけ。とりあえずダッシュだな。バイバーイ。でここでしょ。で、ここのまま正面突っ切っちゃうとあいつがいるからうまく回避できるんじゃない。なんとか頑張って。ベッドの下とか隠れらんない。これベッドねえわ。お、やばい。バーイ、さようなら、バカめ。で、男性棟の入り口はどこにあったっけ。戻るんだっけ。あいつが来る前に早く逃げないと。あ、いける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 。ダッシュ、オッケー。こんにちは、また会ったね、ハゲノさん。あーね、もう追っかけてくんなよあいつ。ハラハラするわー。で、こうだっけ、どこだっけ。あら、あれ、どこだっけ。こうか。あ、いえ、あ、嘘。 One more.
あ、痛い。You all betrayed me. 捕まっちまった。助けて。やばい。首吊りにされちまう。ヘルプ。あ。Heavier than you look. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine our anniversary. おっぱいが見える。ダッシュ打つ。おう。ああ、ふん。え、どうなった？何今の感動的なシーンは。お前バカじゃないの、お前。最高のバカ野郎だな、お前。写真撮っとけよ。で、なんかメモった。男へもめ、奴は死んだ。素人の外科医、父親になるはずだった夫、内臓はズタズタにされ、腹からは引っ張り出されている。俺は必死に笑いをこらえていて、ああ、リサ信じてくれ、本当だ。オッケー、じゃあ帰ろうか。帰ろう。お家に帰ってあったかいシチューでも飲もうじゃないか。男性と、こうか。奴は死んだ。よし、帰ろう。もう出てこないよね。あの、小豚ちゃんとか出てこないよね。メールワード、男性と、おうおうおう、こっちか。あ、朗読始まった。なんかそろそろもうクライマックスっていう感じがしますね。あーあー、教会が燃えてる。確か神父が自分の体に火をつけたのは知ってるけど、兄、結局何、教会に燃え移っちゃった。ちゃんと火は消さないと教会が燃えちまうぜ。何かメモった。燃える教会、遠くで礼拝堂が燃えている。教会があることすら知らなかった。必要な時、神はどこにいるのだろうか。さあね。お、今誰かいたよな。軍隊じゃん、あれ。ドクター、トレガジュース。トレガジュース作ろうぜって言ってるな、あいつら。ん、使えて保護する。社内に派遣された警察、傭兵、契約で雇われた民間の軍隊、どう呼ばれているか今はどうでもいい。奴らは残された我々と同じくらい役立たずだ。脱出せよ。逃げるんだ。あ、じゃあもうそろそろ終わりか、これ。あ、びっくりした。あ、あれ、こっちか。あ、撃ってる。あー、ビリーが暴れてるんだな、きっと。バレてる、バレたらやばいでしょ、絶対これ。この部屋何？ドキュメントゲット。ホープへの期待。ん？遺体安置所の管理人というあだ名をつけられている。患者は143068-142791-148681はすでに移動が予定されている。我々は皆、新しいプロジェクトに確実に期待できる利益にかなり興奮している。
私の研究者たちはウェルニッケのファイルを綿密に調べたが、三つの明瞭な無双化についての言及は見られなかった。ウェルニッケは大分患者ビリーホープの成功で気が散ってしまったのだろうと考えていいと思う。自身が衰弱したということも合わせて、そして実際の前の前にあった意見に発見に関しては無知になってしまった。これらのリソースのごく一部の接種でさえ過大評価するのはほとんどできない。新しい施設が十分に遮断されていて、女性職員が入れるようになっており、何が起こっているか私がこの目で見れるようになっていればいいのだが。そうそう、ヘレン・グラナット、マーコフシャー法務官話部。行こう。家にはまだ妻が待っている。あらよいしょ。あとはもう脱出するだけか。あ、ビリーが暴れてるんだな。ビリーホープ、これは左ですよね。あー、まだ燃えてる。よし。あ、誰か来てる。閉めとこう。走ろうか。ここは管理室か。死んでる。あ、首が変な方向曲がっちゃってるよ。かわいそうにな。あ、ここは見覚えがあるぞ。あら、こっちか。窓か、上か。窓じゃねえか。あ、あら、今何時？ 9 時か。あ、これはこうか。違うか。なわけねえか。あら、あ、あ、ここか。で、あとは脱出だするだけ。ドキュメントがちょくちょく落ちてるな。3人の盲目な無双化、またあれか、医療系の診断書みたいな。え、科学的拘束、物理的拘束、離れた適応可能な高圧室に関することを含むレベルトリプルブラックブラックセキュリティプロトコルを移動中に常に使用すること。患者から500メートル以内にの距離にある職員全員には科学的刺激を強く進める。コミュニケーションしようという試みは幻想であり考慮すべきではない。顔が損傷していれば知覚の鋭さも失われてしまっているだろうと推測は間違っている。目は見えないかもしれないが感覚を失ったわけではない。オールライダー、うん、ビリーのこと。開くんだ。あ、なんもないよ。ここは見覚えがあるようなないような。ハロー、トイレ来た。あ、トイレ来たねえな。お、お、正面玄関が開いてるじゃないか。脱出だ。ああ、自由だ。フリーダム、フリーダム。Mr. Park。 ああ、
死んじまえ、お前が死んじまえバーガー。俺のパソコン壊したかって、あれ10万社だんだぞ、あれ10万円お前しつこいな、お前ハッビリー来た。ナイス。ナイスビリー、別名ウォルダイだ。あ、もしかして今私に取り付いた？よね、多分今。まあいいでしょう、帰ろうぜ。やつは死んだ。じゃあな。ああ、いい天気だ。いやこれで晴れてハッピーエンドかな。ああ、いい天気だ。ちょっと眩しいけど、小鳥がさえずる音、エンディングにふさわしい演出ですね。あれは主人公が乗ってきた車じゃないか。よし、帰ろう。本編の主人公の車はいただくぜ。ありがたよ。ん？なんだ？なんだ？なんだ？ビリーか？あ、終わった。Press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here.You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? さあ、この映像を暴露すべきかどうかって、もう暴露するしか選択肢ないよね。I'm ready. アップロード。暴露しちゃったね。まあそのせいで命を狙われることになっちゃうけど、主人公だけじゃなくて主人公の妻、息子、その他親戚もろもろ。まあ、じゃあこれでクリアかな。アウトラストダウンロードコンテンツ内部告発者クリア。それじゃあまた。